ウェストブルックがベンチから出場を希望。ウェストブルックが自分から俺はもうベンチから出してくれってマジで。いや、男、まあそうやね。一つ見方で言うと男だね。この現状を打破するために自分から折れる。俺は、いや、これはベンチの方がいいっつって。このチームをこっから奮い立たせるには、まずは自分がね、犠牲になるっていうのを、それをしかも自分から発言したっていうね。いや、男気がね。一方で、こういう見方もできるのかなって思ったのが、ハーデンと一緒にやるのが窮屈すぎるっていう、自分が全然輝けないんだけどっていう、その気持ちもあるんじゃないちょっとは。っていうのも、俺が見た試合のウェストブルックはハーデンが来た瞬間になんかマジでコーナーステイ多くなったような気するよね。もっとこう伸び伸びやってたはずなのに、あのウェストブルックがなんかもうやりづらくてしょうがないみたいな。もちろんね、こうハーデンとウェストブルックはね、信頼関係もあるし仲がいいのも知ってるんだけど、まあ、それとは別でね、それとは別で今現状さらにその上でポール・ジョージもカワイ・レナードもいてってなると、自分はねコーナーステイし続けれた方がいい選手ではないのにそうなってしまってるっていう現状に不満がありつつ、まあ、その上で、まあ、チームも勝ててないからこのチームが勝つことを考えて、だったら俺がベンチから出るっていう選択を取った方が俺のためでもあるし、でその自分のためが巡ってチームのためにもなるしみたいなっていうことなんかね。でもしそうだとすると、まあ、いわゆるハーデンが来てからのクリッパーズはやっぱり良くなかったっていうのを、まあ、ウェストブルックがもう自分で言ってるようなもんよね。だってハーデンが来たことを何も問題だと思ってないんであれば、あのウェストブルックがってなるじゃん。しかもレイカーズで絶対ベンチ受け入れようとしなかったあのウェストブルックが自分から受け入れるっていうか、自分からむしろお願いするんですよ。俺をベンチにしてくれって。いや相当だよねこれって。だからハーデンが来たのはやっぱ問題だったよな。でそれはなんかもう細かいちょっと戦術の部分を立て直すとかでは効かないぐらいの大きな問題だったっていうことなんじゃない。一応なんか勝ててないけど、まあね、相手がねシュート当たりすぎて仕方なかったっていうさ、負け方もあるじゃん。自分たちが悪いわけじゃなくて相手が良すぎたみたいな負け方もあるはずなんだけど、まあ、ウェストブルックがベンチを要求するってことは、まあ、相手が良かったから負けたんじゃなくて自分たちが良くなさすぎて負けてるっていう風に捉えてるというか、まあ実際そうなんだろうな。いやでもこのウェストブルックのまあ男気というか、この決断はめちゃくちゃいいと思う。まあハーデンがベンチになれよみたいな話もあると思うけど、まあどっちでもいい、もうそこはどっちでもよくて、ウェストブルックだろうがハーデンでもいいんだけど、いずれにせよ一つ空いた枠にテレンスマンもしくは PJ タッカーとかが入ってこれるってことだから、いわゆる俺が求めてた誰かをベンチにして PJ タッカーをスタメンにする、そのバランスの良さをまあティロン・ルーは取るべきっていう、まあ流れはちょっと違ったけど、まあ、結果的にはそういうちょっと俺の求めてる部分に近くなるってことだから、いやでもこれはそうやね、個人的にはかなりいいんじゃない。でティロン・ルーもねなかなか言いづらかった部分だと思うから、いやいいですね。これでジェームズ・ハーデンが試合前日にクラブではっちゃけすぎてシュートタッチ悪かったですみたいな負け方とかあったら、もうこれ大ブーイングよなマジ。ハーデンはちょっとしっかりしないとね。ハーデンさん9ヶ月目ありがとうございます。明日ロケッツがクリッパーズを倒して改めてハーデンが戻ってこなくてよかったと思いたい。7連勝頼む。そっか今 6連勝中か。ヒートも7連勝中だし、ウルブズはね負けちゃったから7連勝で終わっちゃったよな。連勝また1から連勝を積むしかないんだけど、まだ連勝止まってないのがロケッツとヒートっていうことになるのかなまあでもねクリッパーズはまたちょっと追い上げというかポジティブな感じにここからなっていきそうな気もするので、まあ、ロケッツの連敗がこれでストップするなんていうことがあったら、さらにウェストブルックの株上がるんじゃない。だって多分ウェストブルックがベンチ起用になって初めての対戦相手がヒューストンロケッツっていうことだよねきっと。明日のヘッドコーチ目線で考えるとすごくやりづらい。ザック・ラビーンを例に挙げると、ザック・ラビーン今すごい不満を溜めてるんですよ。聞く話によるとね、なんでこんなにじゃあ不満を溜めてるか、チームが勝てないから、これも一つ当然あるんだけど、ラビーンの中では去年ビリー・ドノバン、今ブルーズのヘッドコーチね、ビリー・ドノバンが何の試合だったっけな、なんかの試合でザック・ラビーンを4ピリの終盤で出さなかったっていうことがあったよね。でラビーンのまあ今スーパースターにね仲間入りしたって言われてるけど、そうなってからのラビーンは初めてだったよ。初めて自分が4ピリのクラッチで出してもらえないっていう。そうで、まあ、ビリー・ドノマンからするとあの時のザック・ラビーンってフィールドゴールアテンプトが11回で確率が決めた本数が2本なんよ。11 11分の2しか決めれてなかったよね。でチームもプレーオフプレーインに行くために勝たなきゃいけないっていうのもあったから、ビリー・ドノバンは苦渋の選択としてエースのラビーンを出場させないっていう選択を取ったよね。で結果どうなったかっていうと、今ラビーンそれをすごい引きずってるらしいのよ。俺は忘れてないと、あの日のこと。1試合そっからずっと4ピリ出して、ビリー・ドノバンはねクラッチタイム出してるのに、たった1試合でそうなるんよ。じゃあハーデンにお前流れ今悪くなってるからもうこれから明日からベンチだって、このね俺ら目線だと簡単に言えるんだけど、ヘッドコーチ目線だともうそういう話じゃないよね。これ良し悪しだけじゃないよ。この試合でプラスマイナスがどうのこうのだけじゃなくて、結果選手が不満をためてしまってってなったら、それがどんどん悪循環になって、今プラスマイナス悪いかもしれないけど、そのプラスマイナスがベンチに下げたことによってさらに悪くなるっていう可能性もあるわけよ。だからここをヘッドコーチがケアするっていう仕事、これは別に NBA レベルだからとかじゃなくて B リーグのヘッドコーチもそうだし、本来高校生の監督とか、ね、顧問の先生とかも本来ここまで考えなきゃいけないけど、まあ高校生とかは基本みんなイエスマンだからね、なんかバー上から言ってこうね上下関係作れば不満溜まってもそれがなんか悪循環になることとかはねないんだけど、まあ、ことプロの世界ってなるとまた違うよね。しかも NBA ってなるとヘッドコーチよりも選手の方が金もらってるから、そういうのもねやっぱり、ね、だから今回ウェストブルックが本人直々に俺がベンチスタートするってかそうしてくれってお願いしたのはティロン・ルーにしてみたらマジでありがたいと。いずれそういう決断を自分がしなくちゃいけなかったけど、選手からそういう声が出ればそれはもうね、ティロン・ルーがじゃあお前ベンチねって言っても何も問題ないしね。そこの部分に関して言えばね、まあジノビリね、確かにそう考えるとね、ジノビリずっとシックスマンね、ジノビリがすごいのがポポビッチだから、ポポビッチはそこのケアがすごかったんじゃないか分からんけど、ヘッドコーチ目線で言うとねジノビリもすごかったんだろうけど、ポポビッチもあのジノビリがね、あのジノビリが好き勝手やりたがってるあのジノビリがスパーズに適応してかつベンチ起用もっていうすごいよな。一番いいのはだから要はハーデンをベンチに、まあ、仮にするのが一番いいとして、さらにいいのはそうした上でハーデンから不満が出ないようなコミュニケーションとケミストリーの構築っていうのをティロン・ルーができれば、いわゆるティロン・ルーもポポビッチレベルのヘッドコーチっていう風に評価できるんだろうねきっと。で現状はそうできてないから、まあ、ポポビッチレベルではないっていう風に言えるし、まあ、一方で、まあ、今ちょっと繰り返しになっちゃうけどヘッドコーチ目線で見たらそんな簡単なことじゃないよって、ベンチ起用すればいいじゃんみたいなのは、まあ俺らからだとそう見えるけど、ヘッドコーチはもっと難しいことを考えてるっていう円形脱毛症になりました。ほんとそうよマジで。チームのこと考えたら選手から嫌われるんだもん、悲しいよ。何も悪いことしないの、なんで自分が嫌われるんだ。